はい、本日はグローバルギアさん脱出ゲーム完全制覇のコーナー。ハゲチョンのハゲ回避編でございます。こちらは結構たくさん、45枚ぐらいシール取り逃してたわ。ってことで前編、後編2回で完全制覇していくぞ。それじゃあ早速、まずはハゲチョン散髪。この髪で行く意味と思っても突っ込まないであげて。見逃していたパターンは一つ、育毛剤を2回使用した長さでのカットパターン。これじゃなくって。はい、こっちです、育毛剤。もう一本。脱出ゲーおなじみの成長スピード半端ねえからの。まあ長さはあまり伸びてないけど。こっから、なかなか良い感じに切ってくれたと思ったのに。なんか納得がいかんようです、なんで。ちょっとこの髪型、覚えといてね、皆様。美容師さんと全く同じ髪型だったのか。この流れからのお次、ハゲスロット。このステージはめちゃ多かった未回収シール。とりあえず、早すぎると狙えないので。アイテムで速度を落としてから、見てない頭部を狙っていきます。まずはチキンヘッドだぜ。クリスマスでも食べたくないわ、このチキンは食べたくないわ。なんて言ってたら。だからこのチキンは活躍しねえ。そしてミスってハゲチョンが納得の成功髪型出しちゃったんだけども。なぜこれがオッケーでさっきのがダメなんだ、むしろこっちの方が自然なような。お次はもはや髪型同行の次元じゃねえ、こちら。ハゲチョンの上に、小さなハゲチョン。小さいおじさんでございました。お次は奇抜すぎな、こちら。なんかどっかで見たことあるような。時間かけてセットする髪型じゃねえ。お次は割と有名なハゲスタイルでございます。バーコード貼って、スキャンしたらおいくら。お次はなんでか知らんけども、みこしに祭り上げられているハゲチョンズラよ。何がどうなってこうなった。さあこれをどう奪い返そうか、途方に暮れております。ってなかなかド派手なパンティーで。ハゲチョンも仲間に混ざれば、取り戻せるかも。いや、ただただ一緒に担ぐだけでした。後ろ向いててお伸ばせよ、宝物だろ。結局、ただ担ぐだけで終わっちゃったよ。でもやっぱ、お祭りの雰囲気は良いわね。すまんな、無表情くん、奪ってしまった。このハゲ回避シリーズ、なぜかハゲチョン以外全員揃って無表情でございます。甘いものでも食べて、元気出してと思ったら。いや、まさかのワターメズラ来たー。頭皮絶対ベトベト地獄ー。そしてワターメズラ、水には弱すぎた。多分今頭皮、激甘です。いや、絶対に舐めたくないわ。お次は大好き勇者ステージ。勇者ハゲると、名前も見た目も弱そう。HP ピンチなので、回復してあげたけど。回復イコール、髪の毛伸びる。でもちょっと伸びたぐらいじゃ何も関係ないくさくさ魔王様なのでした。もちろん脂肪は髪の毛が全部なくなった時。ちなみに魔王のレベルにお気づきいただけただろうか。レベルは驚異の2323万2323。ハゲルドがこのふさふさレベルになっても、結構ダメージ与えられたけど仕留めきれず。こんだけチートレベルにレベル上がっても。さすがに猛攻レベルが炎に耐えられるようにはならんかった。てかこんだけレベル上がっても一撃で仕留められない魔王って。っておにゃんこの CM だ。やっぱ出てくると嬉しくなる。それじゃあお次です。ハゲチョンの新元号発表会。このステージはドローンで持ってきたハゲチョンのスラの位置で。いろいろ元号が変わっていくステージなのでね。順番に未回収パターン、試していきます。脳天ヘリポート。まず最初の角度はこちら。もう完全に落ちちゃってるし。元号はそのまんま、ハゲ。ハゲ3年生まれとか嫌だわ。お次はギリ落ちないこの角度。ちょっとスタイリッシュ。いや、これは薄いとかそういう問題じゃないと思うのは気のせいだろうか。右サイド完全ハゲの左サイドズラふさふさだもんな。それじゃあステージ変わりまして、季節外れのクリスマスステージ。
今時煙突がある、珍しい家に住んでいるハゲチョンマゴ。じいじ可愛い孫のために体を張ります。絶対今の知りたいだろ。見てなかったのはシンプルに、黄色のプレゼントあげるパターン。自分で置いたびっくり箱にビビるハゲチョン。そしてこの状況に気づいても表情が変わらない孫である。てかどうでもいいけど、肩に乗ってる猫と仲良い可愛すぎなこれ。捨て猫だったのを、ハゲチョンが拾って飼ってる子よ。お次は見逃してて激しく後悔、なかなか面白いのがたくさんのハゲネタリウム。こういうね、癒しの時間も大切でございます。それじゃあまず最初、未確認ヘビ使い座のパターンから見てみましょう。まさかのヘビが下まで伸びていき。ハゲチョンの命、最後の数本をパクリ、多分そんなに栄養はないと思うけども。ラスアルハゲ、元ネタがわからん。お次はエテザでございます。素晴らしい弓スキルで髪だけ打ち抜いた。まさに神業ですな、なんちって。ちゃんと闇から待ってるし。最後は天秤座。これは髪の毛は助かったよ。でも悲しいハゲチョンなのでした。そうね、何事もバランス大事。お次はハゲバンジー。ここもいろんなパターン見ましたが、ベレー帽かぶってダイブのパターンだけね、見てなかったです。まあどうなるか想像つきまくりだが、そりゃこうなるでしょうね。これ以外ないわな。バンジーにスカイダイビングに人生で一回は挑戦してみたいですな、ズラになる前に。それじゃあお次、ハゲ開始完全制覇前線、ラストでございます。世界のどこかに存在すると言われている、髪の毛ふさふさの人しか入れない国、ふさふさ国。なぜ会社はそんな国にハゲチョンを送り込んだのかは一旦置いといて。髪がないんだったらしょうがない。今の世の中ズラ以外にも様々なハゲ隠しグッズが。これはなんとも便利。頭に振りかけるだけで頭皮に密着し、パッと見ふっさふっさに。にしても綺麗に整いすぎで草。入国審査もごまかせるほどのレベルです。ってことで、ちょっと久しぶり復活のハゲチョン、シールコンプ完全制覇シリーズ。前編でした。次回で残り全回収。コンプ完全制覇しますのでお楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。